グラーツ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー及びサイドバック。オーストリアブンデスリーガ TSV ハルトベルク所属。当時オーストリアブンデスリーガに属していた、グラーツア AK の育成アカデミーを卒業し、2005年10月2日には、同クラブトップチームの一員として、オーストリアブンデスリーガでのデビューを果たし、初得点を記録した。2007年1月にエアステリーガに属する。 カップフェンベルガー SV に完全一席。右サイドのミッドフィルダーとして主力に定着し、同リーグ優勝及びオーストリア分でスリーガーへの昇格に貢献した。2009年7月にエアステリーガの SCR、アルタファにレンタル移籍。主力選手としてリーグ戦28試合に出場し4得点をアシストを記録した。この活躍が評価され2010年7月に、 SCR ワルタフハに完全一席した。2013から14年シーズンには、同リーグでの優勝を果たし、オーストリア分で3以ガへの昇格を2度目のチームで、再度果たした。キャリア当初は、右サイドのミッドフィルダーとしてのプレイが主だったが、徐々に、プレイの幅を広げ、現在では、ーバックでのサイドバックや、3バックのウィングバックとしてもプレイするようになった。2009年に、 SCR ワルタフ杯移籍して以降、リーグ戦290試合で16得点48アシストを記録。UEFA ヨーロッパリーグでは8試合に出場し、ポルトガル一部に属するビトーリア SC を相手に1得点、1アシストを記録した。2019年6月11日、TSV ハルトベルクに2年契約で移籍した。ありがとうございます。